農薬に汚染された餌をトキが食べる、トキが死ぬ、生き物がいなくなる、餌がいなくなるっていうのが一番の大きな原因。だから最後はやっぱり農業がトキを殺したんだよ。俺の田んぼにも時が来たんだから、俺もそういう農業しようって、そういう意識転換がやっぱり始まったんだよね。だから時が自ら自分の環境を変えていく役割を、まあ、時自体が行ってきたっていう一つの経過がある、これは作り話じゃなくて本当の話。だから環境親善大使って言うてもいいぐらい。いつか時が自然に帰ってくる、その日を来ることを信じて、自然環境、時が住める環境をずっと守ってきたと、そういった、意味で、佐渡の、人にとっては時というのは非常に大切なものか。